職業能力開発総合大学校東京校は職業能力開発総合大学校の先導的な高度職業訓練機能を担う施設名であった。専門家庭及び応用家庭の高度職業訓練が行われ、次世代を担う高度技能者の養成を目的としていた。2012年度に職業能力開発総合大学校に統合されたため以降、 この施設名は使用されない。主に高等学校卒業者等を入学対象者とする職業訓練である。専門家庭専門家庭には以下の訓練科がある。専門家庭の卒業者が公務員に採用された場合は人事院規則により学校教育法による単大卒と同格と格付けされている。また、 卒業すると、職業能力開発総合大学校長期課程3年に編入することができるが、編入者が長期課程を卒業しても、学士の学位を受けることはできない。入学金は169,200円である。平成23年度の入学生の卒業をもって廃止された。応用課程応用課程には、以下の訓練科がある。 応用課程の卒業者が公務員に採用された場合は人事院規則により4年生大学卒と同格と格付けされるが学士の学位を受けることはできない。入学金は11万2800円である。平成25年度の入学生の卒業をもって廃止される。在職者訓練として以下の職業訓練を実施している。専門短期課程2011年4月現在。 能力開発セミナーを実施している。応用短期課程2011年4月現在、10日間以上の企業人スクールを実施している。短期課程普通職業訓練の短期課程では、2010年度は離職者訓練として以下の職業訓練を実施したが、2011年度は実施しない。事業主や団体の技術上の問題や課題を解決するための支援として、 受託研究や共同研究を行っている。事業主や団体が実施する能力開発について施設対応や講師派遣などを行っている。AB 総合課程の新設と入社案内資料について ABCDEFGH 平成23年度募集に係る訓練課等の変更についてありがとうございます。